滑らず板のせいだったのかな。びしゃびしゃですね午前中 G ヶ岳行ってたんですけど、向こうのがまだまだ若干良かったですね。やっぱどうしても斜面の向きが気を受けてますからね。でもやっぱ山が見えるからいいですよ。山と青木湖と。もうここ何年も来てらっしゃいます？今年ね、これで3回目ぐらいのとこ。じゃあここもそんなには。もうここが3回ぐらいね。素人だからね、あんまり。そうですか。いや、往年の頃もここで滑ってませんでした？いやいや、もうね、この年になって初めてなんですよ。そうなんですか。若い時できなかったからね。いや、今の板ね、こういうしゃもじみたいな板だから、ずいぶん楽ですよ。で、履いてらっしゃるのも短いから、短いからね、短いのにしたんですよ。楽ですよ、きっと。もう板が勝手に回ってくれますよね。そうだね。昔のはこう、どうしてもこう押し出して曲げないと曲がってくれなかったんですけど。昔のこの走行、溝が掘ってあったんだけどね。そうですね。センターに掘ってありましたよね。今言うそのなんだカービングっていう滑り方を覚えると一日滑っても疲れないんですよ。もう本当に適当に力入れて適当に曲がってるだけで。ちょっと力の入れ具合で曲がってくるからね。だから昔みたいに本当に踏ん張ってっていうことしなくていいんで。だから一日滑ろうと思ったらもう朝一から力抜いてタラタラっと滑ってると結構ね、こんなもんだとバカですけどね、危ないよね。そうですね。やっぱ短い分安定性がないですからね。まあその分曲がりやすいってことですけど、まあ、このもう一つ先に降りるとこあるでしょ。はい。あそこから降りたらね、えらい急でね、降りてくる。そうですね。一番上まで行くとちょっとやっぱ急だし、ボーダーさんがもうど真ん中をお尻でずーっとまっすぐ滑った跡がありますよ。まあここはこういうね、造作してあるから余計多いかもしれないですね。G 型毛も結構いいですよ。で平日だとね、今来週から1500円になると思います。ここ2000ですよね。そうだね、一時期ね。ここからかなり入るんでしょ。いや、そんなに入らないです。鹿島槍の中央駐車場へ行く途中なんですけど、どちらからか分かりませんけど、そんなに距離的には変わらないと思います。試してみてください。うんと広い緩斜面っていうか駐車面ありますから。はい、どうもっす。
見ください。2回以上動かしちゃダメなのかい？全然ダメじゃん。装置を8の字に2回動かす。こっち回りに。